小麦猫、小さな君が教えてくれる大切なことという本です。じゃあ著者のプロフィールいきましょう。トモさん、2011年より無料の画像共有 SNS アプリケーションソフトウェアのインスタグラム、こちらの、トモチュンバって呼ぶのかな、アットマーク TOMOCHUNBA、こちらのアカウントにて、猫の小麦の写真をアップロードしています。その世界観とこのね、あの小麦という猫の可愛らしさが、日本国内のみならず海外でも人気を博し、2014年の7月時点でですね、27万人を超える、フォロワーがついています。というわけで、今回紹介するこの書籍小麦猫はですね、このトモさんがインスタグラムにアップした写真のほか、新たに撮り下ろした写真をたっぷりと掲載してまして、小さくも力強い命、小麦との出会いから現在までが語られているフォトエッセイになります。なお、この書籍の売り上げの一部は一般社団法人、ランコントレミグノンに寄付されまして、処分対象の動物の保護をはじめとした活動のために使用されるそうです。この書籍の主役である猫の、小麦、彼を紹介しましょう。小麦は元野良で、チャトラの、ちょっとやんちゃな男の子だそうです。尻尾が短くてね、鼻と肉球はピンク色で、目が、少し緑がかった黄色ですね。で、性格は好奇心旺盛で甘えん坊で抱っこ好きなんだそうです。さらに警戒心がなくて、誰にでも甘えてしまうという、まあ、猫というよりなんか犬みたいな子なんですね。さらにちょっぴりどんくさいところもあって、階段から飛び降りて着地に失敗することも本当に猫なのか。なおチャームポイントは、とっても大きくてまん丸な目です。僕もそう思います。あの猫の目って結構細いイメージがあるんですけどね、小麦は結構ね目がまん丸でね、このあたりがすごい愛らしいんですよ。またね、この本の中ではとっても表情豊かで、まあ、ふと面白表情なんかもあの見せる時があるんだそうです。で、まあ、僕としてはですね、小麦最初女の子かと思ったんですけどね、本当可愛い顔をしててね、で、あの3歳だって知る前はですね、もうなんかもっと若く見えました。まあ、ジャニーズ顔だなぁというふうに思いました。ジャニーズ顔って言ったら猫好きのディレクターにジャニーズ顔って表現は新しいですねって言われたんですけども、さてそんな小麦なんですが、今言ったようにですね、2014年の7月で頑張って3歳になりました。で、今あえて頑張ってっていう言い方をしたんですけども、小麦はですね、先天性の、心室中核欠損症という心臓病を患っていて、さらに、肺高血圧という病も併発してしまっているんです。2012年5月、生後10ヶ月頃に小麦は初めて発作を起こしたといいます。その時お医者様に余命半年と言われたんだそうです。しかしその後もですね、生き続けて、まあ、2013年12月と2014年2月に大きな発作を起こしまして、その際は食べたものをすべて吐き出して、まあ、おしっこもうんちも漏らし、呼吸をするのが精一杯の状態になったんだそうです。まあ、飼い主であるトモさんはですね、まあ、内心もうダメかもしれないと涙を流しながらも、それでも諦めずに、大丈夫だよ大丈夫だよと小麦に叫びかけたといいます。そんな大きな発作を乗り越えて、小麦はトモさんと共に、今を生きています。まあ、今でもね、調子がいい時でも週に1回、調子が悪い時には毎日のように軽い発作を起こしてしまうそうなんですが、トモさんはもう泣くことをやめたといいます。まあ、今はね、小麦なら大丈夫と信じて、まあ、小麦の看病を行いつつ、まあ、二人の生活を楽しんでいると。まあ、そんなお話を聞くとですね、やっぱりその、まあ、猫を飼ってる方にとって自分のね、愛猫がこう病気っていうのはかなり心苦しいんだろうななんていうふうに思うんですけども、まあ、トモさんとても強いなと思います。で、本当ね、猫をね、家族のようにね、扱っている人って多いなって僕も思っていますので、ちなみにね、今回のディレクターも、病気の猫をなんか2匹飼っているそうなんですけども、まあ、自分の猫がね、発作を起こしたことを想像するだけで血の気が引いちゃいますよなんて言ったんで、本当ね、トモさんと小麦にとっては、もう毎日が戦いで、まあ、何気ない毎日がそれで宝物であって、まあ、本当に一日一日を大切に過ごしているんだなって感じますっていう、すごいなんかいいコメントを、そのやっぱ猫好きらしいなというコメントをいただきました。なるほど。皆さんは毎日そんな風に過ごせてますでしょうか。さて、そんな小麦と、飼い主であるトモさんの出会いなんですが、出会いはですね、トモさんの同僚の女性が出勤途中に公園を通り抜けたところ、子猫がヨロヨロと寄ってきて足元で動かなくなったんだそうです。その人はね、まあ、子猫を放っておくことができず、思わず抱きかかえて動物病院へ連れて行きました。それが小麦だったんです。
実家で猫を飼っていたこともあり、自他ともに認める大の猫好きなともさんは一緒に動物病院へ行きまして、その時の第一印象はブッサイクだなーというものだったらしいんですけども、まあ小麦はね猫風邪をひいていて、まあ、鼻血が止まらず、痩せこけて毛並みも悪く絵に描いたようなボロボロな状態だったんだそうです。それでもねトモさんたちに気がつくと体が辛いはずなのに必死で起き上がってね、トモさんたちに近づこうとしたという。でそんな小さな小麦をね、指で撫でてあげると安心したような表情をしたんだそうです。でその時トモさんはね、あこの子は人が好きなんだなと思って、まあ、人間に拾われたからには野良ではなく飼い猫として幸せになってもらいたい、そう思って、小麦の里親を探すことにしたんだそうです。まあ、一方でトモさんはですね、まあ、自分が引き取りたいっていう気持ちも芽生えてきたといいます。ただ当時トモさん一人暮らしでまた仕事をしていてペット不可の借家暮らしだったそうです。だから自身のライフスタイルでね、まあ、命を預かり育てていく自信が、まあ、すぐには持てなかったんだそうですね。しかし、トモさん里親を探しつつも、自分の引っ越し先も探し始めました。でほどなくして新築でペット OK のマンションが見つかったといいます。で新しいマンションはですね、前の自宅から近くて、まあ、生活リズムを変えずに住み、さらにロフトや階段もあって高低差を好む猫にとってはぴったりな物件だったと。でこの物件が見つかったことにより小麦を飼う決心が固まって、出会ってから約半月でトントン拍子でことが進み晴れて小麦との生活がスタートしたといいます。ちなみに聞いたところによるとですね、世の中の賃貸物件、犬は蚊でも猫は不可っていう物件が非常に多くて、猫好きなディレクターもですね、今の物件あの賃貸ですよね、あの賃貸探すのすごい苦労したんだそうですよ。まあだからですね、やっぱりこう運命ってものはあるのかなと。里親がなかなか見つからない、それでいてトモさんに猫 OK の物件が見つかるという、まあ二人は暮らす運命だったのかもしれません。で、そんな猫 OK のね物件を見つけたトモさんなんですけども、まあインスタグラムに載っている写真もこの本に載っている写真も、このマンションで撮られたものがほとんどだそうです。このマンションの内装ほんと白とオレンジで非常に明るくてですね、あのなんていうかこう撮影場所かなって思うぐらい綺麗なマンションなんですけども、まあ、小麦のねちょっとチャトラの毛並みとすごい合います。なんか癒される写真集になってますので、これはぜひ皆さんその目で見て確かめてみてください。はい、というわけでここまでね、小麦とトモさんの説明でだいぶ時間を割いてしまったんですけど、まあ、この本の魅力はですね、やっぱなんといってもこの小麦の愛らしさです。トモさんも書籍内で綴っているようにとにかく表情が豊かでね、だからちょっと人間臭いところもあるんですね。僕猫飼ってないのでね、あ猫ってこんな表情するんだってね、思わず笑ってしまった、そんな写真もありました。でインスタグラムに掲載されている写真は、コダックのインスタマチック、ポライロイドのインスタントカメラの両方に敬意を払って画像はすべて正方形に加工されているそうです。なのでこの小麦猫の写真もすべてポライロイドカメラのように正方形になっています。まあ、普段見慣れない写真の形なんですけどもね、これが小麦の魅力と相まってとても可愛らしい世界観を作っています。また小麦はね難病を患っているんですけども、写真からはですね一切暗い表情が見えないんですよね。まあこれはやっぱりねトモさんと小麦が仲良く暮らしていて、まあ、小麦がこの元気だなっていうその様子が伝わってくる、そんないい写真だからなんじゃないでしょうか。